にちは。こんにちは。さあ、いいですね。今日ちょっとまた雰囲気変わって、ちょっとなしっくりきたな。しっくりいきましたね。しっくな気持ちですけれども、今回、はい、このようなニュースが飛び込んできました。昨年、うん、MLB ドラフトでブレーブスから1巡目指名を受けた、うん、カーター、スチュアート選手という、まあ、全体の8番目だね。はいはいはい。その、カーター・スチュアート投手がなんと今年まあ、5月の25日ですね、うん、ソフトバンクホークスと契約合意が決まったということで、いや5月25日、はい、合意したんだ、はい、それまでまだちょっと分かんなかったよね、契約がどうなるかっていう、ね、そうです、そうなるかみたいな感じだった。7億7000万とか、そうですね、っていうなんかブレイブスとのあれですよね、はい、あのね、メディカル検査でちょっと手首かなんか引っかかったんだけど、それで提示の金額より半額ぐらいになっちゃったんだ。そうです、そうです。それに怒って大学行ったんだよね、はい、進学して、はい、でもプロの道に早く行きたいということで、はい、ソフトバンクと契約が合意したそうらしいんですよ、ね、これってどういう感じ、ソフトバンクそこ狙ってたってことですか、そういう海外担当みたいな。まあ狙ってたのか、向こうからオファーがあったのか、いやそうっすよね、そこ知りたいけどな。でも面白いね。いやこれはどうですか、逆に言うそうですよね、だからあっちで1位、1巡目指名受けて日本のこの球界に来るっていうのが、なんかこういう、もうこういう、なんていうんですか時代になったのかというか、時代だよね。いやそうなんですけど、いやなんか主流だよ、ね、いやまあそうなのかというか、何がいいかって、日本のさ育成システムがいいよね。うん、そうですね。俺なんていうの、1A とかルーキーリーグとかアカデミーとか、いろいろこうカテゴリーあるじゃない、向こうの。こう取材で昔行ったことあるんだけどさ、コーチにちょっとインタビューした時に、明らかにピッチャーさ、なんか俺がピッチャー出身じゃなくて素人目線で見ても、このまま投げたら壊れるけどなとか思ってたの。でコーチに聞いたの、はい、こう教えないのかって聞いたら、手は出せないっていう。それなんでだって言ったら、いやあの子の人生なんだ、でこっちがいじって、例えば100マイル投げたのが90マイルになったら、それは俺の責任でなると、うん、でもあの投げ方で100マイル投げてるんだったら、うん、もうそれで行くしかない、でも壊すと思わないかって言ったら、多分どっかのタイミングで痛めるだろうとは言ってるんだよ。はあ、なるほど。いやたださ、日本の場合はさ、こう教え方もうまいっていうかさ、まあ、例えばピッチャーだったら投げるだけじゃないじゃない、そうですね、牽制があったり、はいはいはい、例えばクイックがあったりとかさ、はい、そういう必要なものまで教えてくれるから、うん、だから俺は面白いと思う、うん、これって結局最終的にはメジャーに戻りたいっていう願望があるってことですよね、うん、絶対戻れないです。一応25歳ぐらいを目安というかにはしてるらしいですよ。だからまあ契約を何年結ぶかだよね。そうですね。その間には向こうからオファーがあっても行かないという、うん、仮に行くとしたら違約金だよね。そうですね、うん、だから向こうの球団がお金を払って、はい、もうぜひちょっとくれないかと、はい、まあ一つのビジネスみたいにもなるよ。そうですね、うん、これはまあ報道だから分かんないけど、はい、7億7000万、まあ、総額でトータルで出してると。だけどまあ例えば3年目でいやちょっとメジャーにくれと、うん、そしたら10億だったらやるよと、そしたらまあ3億近く の儲けになるわけです。確かに。だからまあそうなっていくビジネスもあるという。まあ、どういったちょっとピッチャーなのかという、198センチ、91キロで、最速が1キロ、91キロ、はい、最速が、158キロ投げるという。まあまあまあ。はい。王球団会長は、遠征先のゾゾマリンで、米国人にしては珍しいくらい大きいカーブをホール。攻撃的なピッチングをしてくれれば、経緯はどうあれ我々としてはどういう投球をしてくれるかだから期待してますよ。いやーでも楽しみだな。いやこれまたそう熱くなっちゃうってことですよね、ソフトバンクの。あのさ、広島にあのルイスっていうのが来た、はいはい、あれはね全米ドラフト1位かなんかじゃなかったっけな。それがまあメジャーを経て、はい、日本球界入りまた戻った、ね、うん、大活躍してるね、はい、やっぱり相当勝つと思うんだ。いやマイコラス、はいはいはい、巨人の、まさに向こうでも柔軟者してるからね、入ってたとたんに。いやそれ考えるとさ、いや楽しみな選手が入ってくると思うよね。うん、こ
こういうの増えてくるってことですね、これから。いや、ね、増えてきてくれると面白い。一回や日本球界挟んでメジャーへっていう流れができてくるかもしれない。バッターもそうかも。あ、そうですね。確かに。いや、もう本当ポンセさんが向こうで頑張って逆輸入してくる可能性ありますよね、野球教室で。確かにね。ポンセジュニアみたいな。ポンセは期待しない方がいい。いや、でも広島のアカデミーからさ、はい、日本球界に行ってヤンキースの3番を打ったやつ誰だったっけ。あれソリアーノ。ソリアーノだって、右の。右の。向こうでスーパースターになってる。いやー、すごいですね。いや、だから日本のやっぱこう教え方ってうまいんだと思う。だって変化球とかももうパンパン投げられるじゃん、はい、向こうパワー勝負で来るケースって多いけど、やっぱ日本の場合は変化球でかわすとか、もうそういう練習にもなるし、うん、だから相当これがうまくいけば、多分育成システムで入ってきてくれると思う。そうっすね、本当に。だって日本の環境はいいもん。そうっすね。だって二軍だって量がちゃんとあってさ、はい、3食飯食えるんだ、うん、向こうなんていうのは量なんかまずないでしょ、はい、でバイトしながら食えないやつはバイトしながらやってるっていうことを考えるとさ、その素質にお金を払ってくる球団が日本にあるんだったら、はい、日本で成長して行った方が早道だもん。確かに。逆に言えば、うん、だって2軍だってローテーションも持ってくれるし、はい、だって故障のリスクも少なくなるわけだ。で2軍の球場つったっていいよ、日本の。いいよ。まあそれは芝はないかもわからないけど、だけど日本の球場っていうのはすごくいいと思うし、環境もね、うん、それ考えるとやっぱりこうこれからどんどん増えてくるっていう。やっぱ日本の野球界ってこの世界から見たらだいぶ昔よりはこの WBC とかもあって結構行きたいっていう人多いですかね。まあメジャーまで上がってしまったら別問題だよ。それなんでかっていうと、メジャーの年俸もいいし、年金制度がしっかりしてる。ああ、そうですね。まあ、例えば10年やったら最低でも月に200万ぐらいあるんじゃないの。うわー、マジっすか。年金目だ。年金で200万もらえるんですか。そうそう、月に。いや、そのシステムを考えると、そりゃメジャーにいる人はあえて日本にっていうことはない、うん、まあ10年以上経って、まあもうなんか そろそろ居場所がなくなったなって言ったら日本に来る可能性はあるけど、うん、ね、はい、ほぼメジャーでやりたいと思うんだな。最高峰だけどメジャーに上がる近道って言えばさ、うん、日本の球界で実績を残して行った方が 3A とか 3A とか 2A とか飛ばしていけるっていうこと、はい、環境のいいところで怪我のリスクとか、なんかハンバーガーリーグとか言われてさ、はい、食うのも困ってて、はい、それを考えるとやっぱ経由していくっていうのはすごく正解かもわかんないよね、うん。楽しみですね、この投手がどうなっていくかっていうのが。これやっぱソフトバンクっていうのも一つあれなんですかね、やっぱピッチャーで育成システムがしっかりしてるっていうのがやっぱ、まあ、それもあるだから良かったっていうのもあるんですよ、ね、もしかしたらお金もあるっていう。お金ももうありますけど、お金もソフトバンク巨人しか手出せないじゃないですか、正直。いやでもこれが成功したら、はい、やっぱ一つの目玉になるじゃん、うん、はい、だってそんな素質のある人間を最初から扱えるんだよ、はい、そうですよね。いやそれだったらなんかそれが先発させるって野手でいれば先発で使うって言えば、お客さんだって見たいと思うよ、ファンだって。だからすごく楽しみな画期的なことだね。そうっすね、時代が変わっていく。こっからドラフト制度でもちょっとこうドラ1とかで外国人指名してくる球団出てきてもおかしくないですよね。それはない。それはしちゃいけないんだもん。まあまあルール的に。ルール的に。だから逆にもう大船渡の佐々木くんなんか逆にもうそのまま行っちゃうんじゃないですか。まあ取られる。逆に持ってかれる。これだからもうそのそれはもう何度か阻止。いやでもさ、まあ一つしか違いないけど、はい、まあ あいつ163投げたんだって。そうですね。まあ、高校最速で。そうですね。はい。そのスチュワート。はい。158。はい。でもタッパが違うもんな、まあ、でもこれからもっと速くなるから、まあ、全然、はい、いやだからそういう育成システムをこう信用してくれて、はい、こう入ってきてくれるんだったらすごくこう向こうの大学を経由してやるよりも日本のプロ野球でお金をもらいながらまたメジャーに行った方がっていう
方が早道なのかもわかんないな、これからは。まあそこそこのレベルはあるからね、やっぱ。まあ例えばこう日本で打たれたら目安になるし、はい、あ、俺はメジャーに行ってもとか思うかもわからないし、まあ野手だってこれから可能性はあるよね。野手もそうなってくると本当助っ人外国人だらけになるかもしれないですね。だからまあ例えばそれはあの扱いを変えるかもわからない、日本が、その外国人の枠を、だから向こうのメジャーの経験がないわけだ、はい、そしたら外国人の枠っていうふうに言わないで、はい、もうルーキーとして扱うかも。あ、なるほど、なるほど、なるほど、もう普通にだからあっちからっていう感じで、そうそう、直でだから来てる分ってことですね。そうそうそう、あ、確かにそれはありますね。だから、うん、だからもう外国人が何人出てても、うん、しょうがない通訳だらけですもん、ベンチ。まあ英語で統一してくれたらいいんじゃないですか。で今こう愛してますとか言ったら I love you とかありますね、ありますね。そんなんでいいんだよ。いやそれはあのね、やっぱ日本の文化に慣れなきゃダメだよ。自分はメジャーに行くからもう英語なんか、あの日本語なんか関係ないっていうよりも、やっぱ成功するには順応性がないとさ、うん、確かにですね、成功しないから本当に。だからそういう意味でも勉強にもなると思う。